おはようございます。私は、成長の家本部講師ほの、井出ゆかです。第2回目の本日は、谷口純子、成長の家白鳩会総裁の著書、46億年の命をテキストに、感謝はすべてを癒す。自分が変われば世界が変わる。というテーマでお話をさせていただきます。1月に2020年が始まってから、 今月で半年が過ぎようとしています。早いなぁとびっくりする方も多いでしょう。世界が目まぐるしく変わる状況に、相変わらず忙しい、大変大変、疲れた、などと呟きたくなる方もいらっしゃるかもしれません。今、苦しいことにぶつかっているという方の人生が少しでも好転することを願い、今回の放送を お話しさせていただきます。今回の放送のポイントは感謝と言葉の力です。言葉には大きな力があります。それはその人の人生を変えるほどの力です。むしろその人の人生はその人が表現する言葉で作られているとさえ言えるのです。私は子供の時から独り言を言う癖があったのですが、 成長するにつれ不安になったりイライラしすると特に、わあ最悪ダメだこりゃ頭にくるーなどと愚痴をつぶやくようになりました。最初は口に出すことで気が済んでいたのですが、繰り返すにつれ癖になり、普段の言葉の端々に出てしまうようになったのです。さらに大人になると困ったことが起こりました。 失敗の許されないことに面すると、それが大事なことであればあるほど、夢や頭の中に手に取るようにありありと、失敗した様子が浮かんできて、ちょうど高い崖の縁に立った時のように、心臓が恐怖ですくむのです。そして当日は、心で見た通りの失敗をするのです。事前に十分勉強し、しっかり準備していても、 絶対に失敗しないぞと思っても、失敗するイメージが浮かんだ時は、高い確率で失敗していました。これは大変な自己否定感につながり、とても苦しみました。なぜこのようなことが起こったのでしょうかそれは第一週の放送でお話ししましたように、この世界が心で作られる世界だからです。成長の家では、 私たちが目、耳、鼻、口、皮膚の5つの感覚器官で捉える世界のことを現象世界と呼んでいます。そして、この現象世界は、本当に実在する世界ではなく、本当の世界は、全一元の神が作った、ただ良きもの、完全なるもの、愛なるもののみである、と説きます。そして、 私たちの本当の姿は、神のあらゆる良き徳を受け継いだ素晴らしい神の子であると言います。では、この不完全な現象世界は何かというと、私たちが心で作った世界です。苦しみや困難などは、あるように見えても実在ではなく、私たちの心が作った仮の存在であると成長の絵では解いています。 では、絶対に失敗しないぞ、と心で思っているのに、頭に浮かんだ失敗のイメージの通りに、失敗してしまうことがあるのはなぜでしょうかそれは、心というものが複雑なものだからです。心には、私たちが自分の心だ、と思っている心のほかに、自分では認識できない、無意識の心を持っている、と言われています。 これを心理学では潜在意識と呼びますが、実はこの潜在意識の方が心の圧倒的に大きな領域を占めているのです。ですから、いくら自分で失敗しないぞと思っても、この潜在意識に幸せや成功を妨げるような暗い心や、過去の失敗での恐怖心、自分を否定する心、劣等感を溜め込んでいると、 その潜在意識が思っている通りの不完全な姿や失敗の姿が現れてくるのです。これを心の法則と言います。それではどうすれば潜在意識の中に溜め込んだ幸福を遠ざける暗い想念を消すことができるのでしょうかそれには明るい言葉をどんどん使っていけばいいのです。明るい言葉を積極的に使うことで 潜在意識に溜め込まれた暗い想念を明るい想念に置き換えることができます。そして、この潜在意識の明るい想念が心の法則に従って明るい人生を作り出すことになるのです。ですから、先ほどの私の体験談でイライラしたり不安になったりするたび愚痴をこぼしていたと言いましたが、実は愚痴をこぼせばこぼすほど 言葉の想像力で愚痴をこぼさなければならないような面白くないこと、良くないことが現れるのです。とりわけ言葉の力の中でも特に大切なのが感謝の言葉です。感謝の言葉は相手の存在の尊さを認め相手を肯定する言葉です。成長の家では他の人のみならず天地一切のものと 和解することをお勧めしています。和解とは、いやいや許すのではなく、感謝することであり、そのような感謝の念を起こすところに、神の救いが現れる、と説きます。しかし、深刻な悩みや、難しい問題を抱えて、感謝なんてとてもできない。あんな嫌な人を許すことはできない。感謝なんてとんでもない。と思う方もいるかもしれません。 ところが、他を許さない心は、相手を悪として掴む心であり、何かを掴めば、それによって逆に自分の手は自由を失うのと同じで、他を許さない心は、結局自分が心の自由を失うことになり、自分が苦しくなるのです。ここで本日のテキスト166ページから167ページを引用します。 困難が目の前にあると、人間はそれに心を捉えられ、感情的に飲み込まれてしまいがちだ。そして、その悪現象をじっと見つめることで、そこから逃れられると考える。けれども、困難の原因は、その困難な悪現象そのものにはない。悪現象をどんなに見つめ、分析しても、迷宮にさまようばかりである。 困難を悪と決めつけて排斥するのではなく目の前の困難は自分の不足を教えてくれる宿題や課題であり実は善でもあると知ることだ。だから成長の家では困難に戯れよと教えている。その意味は困難に際しては謙虚に自分を振り返り足りないところを認めそこから 内在無限の可能性を発揮するために努力しようということだ。その努力を通して、やがて困難が困難ではなく、自分の未開発の可能性を発揮するためのありがたい羅針盤であったということに気がつくのである。その時、本当に困難は困難でなくなる。引用を終わります。先ほど明るい言葉をどんどん使いましょう。 という話をしましまたが言葉は心の中で思っているだけでは不十分で表現することが大事です例えば「ありがとう」ときちんと口に出して言うそしてその時の顔の表情や態度も私たちの心の動きを伝える言葉です仏教で「和顔世せ」という言葉がありますが温かい笑顔を浮かべること優しく笑うことも 幸せを招く明るい言葉を相手に与えることになり、とても素晴らしいことです。続いて本日のテキスト30ページから31ページを一部省略して引用します。悪いことや不安な思いは心でしっかりつかんで何とか対処しなければ解消しないと考える人も多い。けれども実際は心でつかめばつかむほど 悪や不安は増幅するばかりで消えることはない。その反対に良いことをしっかり味わい、感謝したり喜んだりすると心の次元が変わってきて悪や不安が気にならなくなったり消えてしまう。悪や不安は自己中心的な狭いものの見方から生まれることが多いのでその反対の感謝や惨憺の心になれば消滅してしまうのだ。 もともと人間は皆理想主義者なので、良いことよりは悪いことに敏感に反応する。自分の理想に照らし合わせて世界を見るからだ。けれども一方で人間は楽しいこと、良いこと、美しいものを本質的に好むから、人の長所や良い出来事を見たり聞いたりすると、心が明るくなる。そんな人間の心の特徴を捉えて、 成長の絵が進めているのが人生の明るい面を見る非時計主義の生活だ。このためには、まず自己中心的な善の尺度を捨てることが必要である。自分の心を意識的に明るい方向に持っていくための実践である。それをしないと、目の前の現実に引きずられて自分の中にある善の尺度で物事を測り、悪が目につくからだ。 訓練を続けることで現実の不完全さよりもその本質の恵みや豊かさに気がつくようになる。引用を終わります。成長の家では人生の明るい面を見る非度形主義の生き方を皆様にお勧めしています。私はこの非度形主義の生き方を実践し何があっても置かれた環境に不満を持たずその中で 感謝できることを見つけるよう心の持ち方を練習し始めました。そんなある日仕事が幾重にも立て込む中生活面でも問題が起き切羽詰まる事態が起こりました。そしてこのタイミングで以前担当した時うまくいかなかった仕事が回ってきました。なんてことだろう不安と不満が噴出しそうになりました。しかし不安や不満は 出来事を自己中心的な善の物差しに当てはめてみるから自分に都合の悪いものは悪に見えるだけなんだ。と思い出しました。事態が重なったことは誰のせいでも何のせいでもない。大変なことになったように見えるけれど神様の世界に悪はない。これは自分の中の眠れる力を発揮するチャンスなんだ。と感を転換しました。 とはいえ、不安ですから、不安に負けないように言葉の力を活用して、ありがたいありがたい。必ず良くなる。私の中には神様がいる。と口に出していい仕事への感謝、職場の人、あらゆる物事への感謝を日記に書きました。すると、言葉通りだんだんありがたい事態が生じてきました。気持ちが落ち着いて、 全体の段取りを見通せるようになってきました。しかし、仕事を担当する日が近づくと、不安が襲ってきて、また失敗のイメージが湧きそうになりました。その時思わず、ああ、神様、と顔を上げると、青く深く、どこまでもどこまでも広がる空が目に飛び込んできました。日の光を反射して輝く用水路の水。吹き抜ける風。 緑の濃い葉っぱがサラサラとこすれる音、自然の美しさに感謝せずにはいられませんでした。ふと行き合った人に挨拶すると、すれ違いながら温かな笑顔を向けてくれました。民家の軒先の花々が色とりどり鮮やかに咲いて笑った顔に見えました。私は歩きながらそれらを口に出して散々していきました。すると胸が 感謝の気持ちでいっぱいになってしまったのです。その時、心の扉がさっと開き、目の前の問題を心で握って自由を失っていた心が解放されたのです。感謝は至るところにあった。一人で生きているんじゃないんだ。目に見える恩恵、見えない恩恵に生かされて生きてきた自分だったんだ。大丈夫大丈夫。 必ず最もいい形で全てが整う、と全てを神様に託す気持ちになれました。そのような心境で迎えた仕事は無事完了し、その他のなすべきことも同じ心境で取り組むことで解決したのです。不安を感謝に転換することで大事を前に失敗を予想する癖を克服できました。感謝の心を起こすことは、 私たちの人生をとても素晴らしいものに変えてしまいます。どんな小さなことにも感謝する心の習慣を養いましょう。それは日々の練習で必ず身について行きます。そして感謝は天地すべてのものに向けることが大切です。私たちの命を育む土台となり、今も見えるところ、見えざるところで、 多くの恵みを与えてくれている自然界への感謝を思い出し深める必要があります。特に現在、私たち人間の活動によって地球環境の破壊や地球温暖化が進み自然災害が頻発する時代となった今自然界の恩恵に感謝を深め生活を見直すことが必要な時だと思います。奪うものは奪われ 感謝するところに感謝すべきものが現れるのが心の法則だからです。これは今年に入ってから人類全体の最大の脅威となっている新型コロナウイルスの問題についても同様です。世界的に有名なイギリス出身の霊長類学者ジェーン・グドール博士は新型コロナウイルスによる感染症の拡大は人類が自然を無視し、 動物を軽視したことに原因があると指摘しています。今回の放送では詳しく触れませんが、この問題についてどう考えたらよいか、より詳しくお知りになりたい方は、谷口正信成長の家総裁のブログ、カラマツ模様の3月1日以降の記事をご覧ください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。